ある山奥の廃れた観光地に昔は賑わっていましたが、今は廃墟となってしまったホテルが立ち並んでいます。その廃墟の中の一つ、特に不気味な廃墟ホテルでは怪奇現象が起こるという噂があります。まずはそこへ行ってみましょう。ホラー怖いのに。夜の22時、霧に囲まれた廃墟は満月に照らされひっそりと佇んでいます。中に入ってしばらく探索していると、突然物音が聞こえてきます。バチンバチンとした音はラップ音、いわゆる霊現象ですね。ガタゴトと物が揺れます。ポルターガイストですね。怖いかもしれませんが、耳を澄まして聞いていると様々な霊障が聞こえてきます。聞いてみましょう。あ、これマリオじゃん。料理の音が聞こえてきたら、その音をたどって場所を突き止めましょう。大抵の場合は屋上に何かがあります。屋上には小さな麦畑と屋台、屋台へ近づくと割烹着姿の黒い人が料理を作っています。ここで夜泣きそば200円というメニューがありますので注文します。しばらくすると料理が出されます。それは透明度が高い黄金色のあっさりしたスープと、自発的に淡く発酵する麺、シンプルなチャーシューとハーブがトッピングされたとても美味しい中華そばです。食べ終わって満足した後に、どうしてこんなところで料理を作っているんですかと尋ねてみましょう。無視されます。仕方ないので200円を料金箱に入れて帰ることにします。なぜこの屋台の話題がネットに載っていないのか、どうしてこの黒い人は何も喋らないのか、空いている席に丼が次々と置かれていったのは何でか、いろいろ疑問は出てきますが、解決策はないので諦めましょう。ごちそうさまでしたと叫びながら、満月の光を背中に浴びて廃墟からスタコラさっさとしました。まあほんの少しだけビビってしまいましたが、あの夜泣きそばの味がどうしても忘れられないですから、今回は夜泣きそばを再現してみましょう。まず廃墟ホテルの屋上で育てられていた麦の粉で麺を作ります。月の光を浴びて育った麦の粉は淡く白く発光していますね。満月を割り入れて一生懸命こねます。たまに踏んだり寝たり胴上げしたりして、しっかり生地をまとめたら満月の形にして、涼しい夜風に当てながら熟成させます。廃墟ホテルの周囲に霧が出た時だけ現れる湖、そこで取れるらしい霧マスというお魚をさばき、古草、植物の葉に付着した霧を集めた水を鍋の中に入れて、ゆっくり出汁を取っていきます。霧マスのエキスがだんだんと出ていき、黄金色のスープになるようです。あの謎の肉のチャーシューは店主さんから分けてもらいました。なんで住所知ってんだろう。温泉の源泉で長湯させ、その後地獄サウナで火を通すそうです。謎です。一眠りさせて熟成した満月生地をスライサーで月食させて、包丁で均等に切り麺にします。たくさんのお湯で茹で上げて盛り付ければ廃墟ホテルの夜泣きそば完成です。あ、うん、うまいうまい、うん。皆さんもぜひ味わいに来てくださいね。それではカニでした。良い夢を。バハハイ。